ではクリプト GT のアカウントを作っていこうかと思いますね。こちらのクリプト GT のサイトからログイン新規登録という右上の新規登録から進めていきます。このような画面変わりますね。はい、サインアップで名前が生命でツーログでしょ。で、久保と。国がジャパン。ジャパンどこだ。日本はね、だいたい漢字なんで一番下にあるような気がするんですけども、ないですね。何ぬねの、日本。ないですね。ジャパンで出てるのかな。やっぱりね、こういう時にめんどくさいですよね。あったあったあった。日本。はい。メールが、gmail.com でしょ。で、パスワードを、パスワードはちょっとね、内緒ですね。で、顧客契約に同意します。顧客契約ってのはどういうことなんだ。顧客契約も一応読んでおきましょうか。書いてますね。はい。キャンセルの権利もあると。契約期間もあると。サービスの範囲も明確に出されている。口座開設ね。レバレッジマージン要件。電子取引。プラットフォーム。セキュリティ。これね、やっぱり読んだ方がいいですよね。読まない方が多いと思うんですけども、めんどくさいって言って。こういうふうに読んでいくことによって、リスクヘッジ、最初のリスクヘッジをするわけですよ。これ読まなかったらね、後で何言ってもダメですからね。これに同意したということで契約しますからね。利用規約とかね、概要書も読まない方いますけども、全然、やってらんないですよ、そうなると。継続する。あれ？ダメやん。なんでやん。なんでこれ継続するが押せないの？おかしいっすよね。どういうことなんですかね。ちょっと更新していきましょうか。こういう時もくじけない。あ、サポートチャットがある。日本が見つけにくいんだ、これが。どこだどこだ。あった。で、パスワードね、これでいいのかな。え、なんでやねん。ということはもういつの間にか登録できたってことなんかいの。とログインしてみましょうか、試しに。はい、あ、これログインできますね、なぜか。パスワード、なぜかこれでログインできたら終わり。あー、これどうだ。ダメですね、パスワードお忘れですよ。早速つまずいてます。 E メールが存在しません。ってことはやっぱり登録せないといけんってことなんだ。新規登録ね、新規登録しても受け付けてくんないですよね、さっきね。これアルファベットでいかないといけんってことか。鉄路久保ジャージーのあたりだぞ。じゃあこれだ。090370でしょ。なんだよ、ね、はい、パスワード、顧客同意。なんでやねん。こうですかね。8190ってことかな。こうですかね。あ、よかった、コードがメールに送信されました。ということで、メールで、あ、電子メールかな、メールで来るんだろうな。で、メールで来たのかなというところでございます。18364、これでいいんじゃないの。お、いった、サインイン。あれ、どういうことだ。もうね、殺さないけんってことかな。
まあ、四苦八苦してますけどもね、サインインできたんじゃないの、これで。できた。よし、サインインできたぞ。同意して閉じる。これが、ジャパン。はい、アカウント解説できました、やっと。うん、終わりです。